僕が大阪へ出るってなったら、僕目当てで見に来てくれる人は結構多いんじゃないかなって。ちょっとインコちゃんになりましたね。控えめになりすぎたな、後悔してます。ちょっと今年は自分のやりたい方でちょっとやりたいなと思ってます。僕が選んだ選手の僕は名前も知らないし、まあでもベルト持ってるし強いんやろうなっていう。みんな負けると思ってるね正直、はい、覆したいですよね。で自分が金太郎選手に全局面で勝てればもう美味しいですよね。うちに入ってきた後輩たちは全員チャンピオンにしたいと思います。宮田先生、本当全面的にバックアップしてくれるからこそ、やっぱ選手がここまで持ち上がりとこれたのかなと思います。何としても勝ちたいですよね。死に物狂いで勝って、結果でやっぱ宮田先生を笑顔にさせたい。前田芳郎選手に、まあ、言われてることがあって、宮田組と言ったら何かやる、ただでは終わらないっていうところを見せろと言われた通り、何か起こしてやろうっていうふうに思ってるんで、リングだけでは大暴れしたいなと。何者だ、名を名乗れ。今成です。全員決めます。ここに並ぶなんて思ったことなかったんで楽しみです。まだあと15年ぐらいやるつもり。誰とやっても取れる気がするし、誰とやっても反対負けするかもしれないしまあまあ触ったら掴めるんだったら誰でも取るぞっていうのが来てますけど、達人の雰囲気あるじゃないですか。あんまりなんか近寄りたくないですよねでもまあ遠い距離でも倒せるだけですし、いっぱいあるんで、そこはまあ自信ありますよ。もう本当は全然優勝できるメンツだなと思ってます。全部 KO でいきたいなと思ってます。やられる前にしっかり対策はするんで。自分なら何でもないですか。何ですか。分かんないっす。宮沢付き合いたくないっすよね。パンチかけたから合わせるからいいなと思ってます。自信はいつでもありますよ。まあ古くからやってるんで。
そういう選手もいるんだって見てほしいですね。決めますよ。まあ、レスリングで誰にも負けるわけないんで、それは私が信じるね、事実の。年末出てテンション打ち上がりましたね。一方的な勝利に終わったほっとさせられたかなと思ってます。止まれないぜ、優勝しかないよっていうのを毎日刷り込まれてます。それを出すのが楽しみですね。絶対私が宮本さんに勝ちます。あれが絶対強い、絶対61キロがチャンピオン。今は私は運転手、社長のバリガードと運転手。私のライフは簡単じゃなくて、格闘技だけの選手に、本当に選手になりたい。お願いします。盆栽はファミリーだから、サトシ先生は絶対チャンピオンになる。クライブも一緒ね。私もチャンピオンになる。やっぱりジャーマンやりたいですし。私が好きなハンバーガー。ちゃんと証明しようかな。バンタム級グランプリってドリームで僕出始め、チャンピオンとは慣れてないけどずっとトップでやってるんで、俺の生命力なめんだよって感じ。このトーナメントやっぱり出るって聞いたからには、それこそ石渡選手もやっぱりリベンジしたいし、もしかしたらまた巡り合わせるかもしれない。見渡して、まあ、この人出んだろうなっていう人がいたりもするけど、誰っていうのもいるし、やっぱレベルは落ちるかな。席が空いてて選んだわけですね。腹立つとかもないし、ダメんなとも思わないですよね。ただリングに上がった時にそれを僕が勝つのか大塚選手が勝つのか証明するだけのことなんで。みんな僕が負けると思ってたと思います。でも格闘技ってこういうのあるんですよね。16人に選ばれたっていうのはすごい光栄なことです。それがじゃあトップなのかとか一番下なのかっていうのは正直自分で分からなくて、だからこそこの大塚選手との試合っていうのはすごい価値のある試合になるんじゃないかなと思ってます。すぐ倒してたけど、僕とは一つレベル違うよって。この1試合で体が壊れても倒さないといけないと思ってるんで、勝つは大前提で見せて勝ちたい。まあ向こうストライカーなんで、向こうの土俵で勝負しようかな。
それがなんか否定された気がしたというか、野球がやりたいっていうふうにまあオファーがあった。崖っぷちでフォーマル選手とやってもう落ちてるはずなんですよね。不服だけれども自分も、まあ、あの前回負けてるしだったらやってやるよって。まあ、安住さんにいろいろ意見をもらったときになんかハッとしたというか、何もできない自分にがっかりもしたし、最初堀口くんの練習を八千くんたちがやってたんだな、モノマネ格闘技の練習をずっとやってたのをちゃんとこう心理のある方にガバッてこう変えてあげた。すげえ悔しくて、なんか今思い出しはなんか悔しくなっちゃうんだけど、なんか本当に最初は悔しかったんですけど、なんでやってたかもう分かんないけど、殺傷力が高いなっていうのは思いますね。ただ自分でちゃんと地図を持ってゴールにたどり着こうっていう戦略が見えないんで、安部さんにもそういうこと言われたんで、ゴールがないとどうやって勝つのちゃんと見てますよね。自分がしっかりと地図を持って攻略していけば、まあ、普通に勝てるだろうな。もう MMA ですよ。もう1回お客さんの宅行った時に次何注文来るだろうって、もう行きながら別のお客さんの宅見ていくんですよ。そういった空間把握能力っていうのはやっぱりあの戦略立てる時にもやっぱりイメージ通りになってくるんで、そのイメージ通りに行くのに手順を踏んでいくっていうのはやっぱりちょっと似てるかなっていう。ありがとうございました。見えたと思う、光がこっちに走ればいいんだ。自分がどういう子が強いのかとか、どういう風に一本 KO するのかっていうとこを目指して戦えるようになったし、自分が分かってきたんで、最初の一歩目だし、今回の試合はまず川野選手やって勝って、まあ、今年はとにかく一戦一戦チャンピオンを倒していきたいっていうのは、やっぱベルトは取りたい、ライジンで。お互いの存在かけて、まあもうやり合っていこうじゃないかと。